Hey everybody, how are you? 今日は、finally, 2の音声変換の続きです。おそらくこのビデオを見ている多くの方は、生の英語が聞き取りにくい。映画や実際の会話では何を言っているのか、さっぱりわからないと思っているかもしれません。英語が聞き取りにくいのはスピードが速いからと思っている方が多いのですが、えー、速さだけが原因ではありません。実際の会話では、一つの単語の最後の音が、次の単語の最初の音と繋がって、 でえー、一緒に聞こえることが多くまた早く話すときには語句が、えー、短縮されたりします生の英語を聞き取るのが難しいのは、えー、実はこういった音声変化も理由の一つなのですその中でも to の音声変化は一番複雑で聞き取りにくいものの一つです to <music> には4つの発音があります前回紹介した そのまま「トゥ」と発音する場合と「タ」と発音する場合のほかには「ダ」と発音する場合と「T」が消えて「ア」と発音する場合があります今回は最後の2パターンについて話したいと思います非常に簡単な文章でも「トゥ」が音声変化するせいで全然聞き取れなくなることがよくありますので実際にどのように発音されているか Say hi to Jane for me. 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 I'm sorry to hear that. 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 I don't know how to do it. 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 Are you going to the concert? Are you going to the concert? Are you going to the concert?

単語や文章の中での位置によって、えー、発音が変わることがあり、特に t はこの傾向が強いです。一番よくあるのは t の周りに母音がある場合、あいうえおですね、えー。t の発音がより発音しやすい d に変化することです。tun の場合はもう O がすでに後ろにあるので、もう一つの母音が前に来ると、 to ががたからだになることがほとほんどです他のビデオで紹介していますが Go to を Go だと発音するのは、えー、この例の一つです今日の例文の中に Say hi to Jane for me という例文がありましたよね意味は Jane によろしくねですが直訳すると私から Jane に hi と挨拶してくださいねになります ここでは、hi の i が2の前にあるので t が d に変わり say hi dajane for me になります。say hi to j a n e for me。しかし t が d になるのは母音に囲まれる時だけではないのです。さっきの例文の他にもこのような例文ありましたよね。I'm sorry to hear that.I'm sorry to hear that.I'm sorry to hear that.I don't know how to do it. I don't know how to do it.I don't know how to do it.t の周りにはこのシーンがあると、えー、いつもではありませんが d に変わりやすくなります。例えばこの単語アメリカ英語では party ではなくて party と発音します。party r が t の前にあり y が t の後にあるので t が d に変化します。 はい、それでは、えー、t がたから a に音声変化することについて説明します。二人の学生の最後の例文では to がこのように発音されています。I like to listen to music.I like t e listen to music.I like to listen to music.、えー、最初の to は人によって音声が変わると思います。二人の学生さんは like たと発音していますが、私は個人的に like だ ですが、それよりも注目してほしいのが、その次の to です。I like to listen to music. 周りのアルファベットと、強、え、制、ー、の置かれる位置によって、t の発音は前の音とつながって、一緒になったり、または発音されなかったりします。t の前に n が来ると、特にそうです。ここで listen to が listen ta ではなく「た、えー」の t が「listen」の n とつながって「l i s t e n に聞こえます。またはアメリカ英語では動詞「ing」の「g」がはっきり発音されないことがよくあるので「えー、ing」が「n」のような音で終わることがよくあります。 なので、えー、to の前に ing が来る場合も、えー、よく「な」と発音します。しかし、ing plus to の場合は本当に場合によって違って同じ人でも「な」と発音する時もあれば「だ」と発音する時もあります。どちらも実は似ているような音だと思いますけどね。次の例文を聞けば多分わかると思います。He's trying to find it.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  it. 他の単語でも t が n の後に来れば消えるということは非常によくあることなんです。 この現象についてはまた動画を作りたいと思ってますので、えー、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またもう一度、2度、3度、4度でも、えー、2人の学生さんが読んだ例文を聞いて復習することをお勧めします。混乱してしまっている方、大丈夫ですよ。心配しないでください。 とりあえず英語にはこういった音声変化があるということを知っていくことだけで全然違うと思います。これからドラマーや映画を見るときなど、意識して少しずつ慣れていくこと。それが一番大事なんです。Okay! Thank you very, very much for watching. I hope you have a wonderful day and I'll see you next time! Bye!